ワプチャンネル。さあ今回から新シリーズ、小田市の南部にあります三つ堀というところからお送りしていきますよ。ワピカちゃんも準備はいい？もう食べられないよ、むにゃむにゃ。前のシリーズのファーマーズマーケットで食べ過ぎてまだ寝てる。ほらもう起きて。こんにちは、ワピちゃんです。今日はですね、三つ堀っていうところのとある場所に来ています。もうすごい、もう見るからに自然豊かな場所なんですけれどもね。まあ三つ堀って地名からして三つ堀があるからっていうか書くくらいだから、きっとそういう場所なのかなと思いつつ、なぜかここに池があるんですよね。池寄ります？ここまで行けますよ。ここまで行けますよ。なんかね、ここ、こんな感じですけど、やってたみたいですよね、イベントをね。そうなんですよ。なんていうイベントをやってたんですか？実は、はい。泥祭りという、はい。かつて、はい、行われていた場所なんです。やったことありますか？ないですね。こちらは、泥が張られた、池の中に、みこしを担いだ若い衆が、みこしと共に飛び込んで、揉み合います。また、みこしを池から引き上げる際、上から子供たちが土の塊を投げつけます。その後、泥にまみれたおみこしを江戸川の水で清め、最後に神社に納めるといったお祭りです。でもこれってあれなんですよね。それなりに評価されてるお祭りで、なんか、あれなんですね。そうですね。はい、千葉県の無形民俗文化財の指定を受けていたみたいです。はい。はい、なんですけど、平成2年以降は、やっぱり参加者不足のために中断していて、はい、再開が望まれていると。望まれている。ということは、このワピチャンネルで紹介されたのを機に、野田市でやろうという機運が出れば、ここがまた盛り上がる。泥投げてるんですけど、心が痛みそうなすごいお祭りなんですけれどもね。じゃあそういう感じで池があって、周りね、木も生えてたりするので、まだね、ちょっと暑いですけどね、生き物がいっぱいいるかなと思いますので、見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この木は、何の木ですか？この木は何の木でしょうか？多分誰もが知ってる木なんですから。わかりません。誰もが知っている木？名前聞いたら多分、人の名前にもなっている木だ、ね。もっとヒント出すと、漢字で書くと木偏に夏です。もう大きな声で。はい。えのき？正解です。同じでしたか？違った。何だ。あ、気になる。えのきですか？あ、えのきです。はい。えのきって？あのえのきですよ。これ、かなりの大木ですね。やだ、すごい。キャー！えのきって結構いろんな虫さんが大好きな木で、国の象徴の大紫とかね、そういうのも決まってて、すごい、なんかいい気がなってますね。10月くらいになるとオレンジ色になって、一応食べられますけどね、あんま美味しくないかな。10月くらいに食べてみますか？はい、10月になったら食べます。はい。あ、もうなってる。あ、余計なの見つけないかもしれない。味見してみますか？いただきます。ほら、こんなにビアみたいな。これ何味なんですか？アピちゃんのもう一個見つけた？もう一個どころか、もういっぱいになってますね。中身、なんかどんな風になってる？あ、取れちゃった。今度。あ、もう見つけないかもしれない。ちょっと甘みはあるけど美味しくないかも。粉っぽい。美味しくないそうです。なんかトウモロコシの感じがいっぱいある。いいとこ行ってますよ。名前は正番モロコシって言います。へぇー。
まあ、あの外国から来たものでね、ものすごく増えちゃって、あれ全部定番も残してるんですけど、ね、この辺ですか。あでもこれも、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 リッパーこれ。ね。これが定番の。大丈夫ですよ、虫さんじゃないから。あ、まあ、たまにバタさんが出てくるかな。はい。はい。トウモロコシみたい。これお花なんですよ、これで。それじゃ花なんですね。はい。だから、お花を持ってこうね。女子力高く。ベタベタする。ベタベタするのは、これおそらく、虫さんじゃないよね。あ、嘘嘘、違いました。あの、まあ、多分、めしべに花粉がつきやすくするためにベタベタしたのかもしれないですね。ああ、なるほど。これが花なんだ。はい。こういう地味な花っていうのは、虫さんを呼んで花粉を運ぶわけじゃないんですよ。だから地味なんですよね。代わりに空気中に花粉を飛ばして運ぶんで、まあ、花粉症の原因になります。これですか？はい。あの、イネ科の花粉症を持ってなければ大丈夫ですけどね。セイバンモロコシはヨーロッパから来た外来種で、スーダングラスという名前で牧草として栽培されているんだ。でも増える力はとっても強く、荒れた場所でもよく育つので、あちこちで茂ってるんだ。バッタがいます。バッタ。バッタがいいんじゃないですか。テントウムシ。テントウムシさんもいるし、バッタ、少量バッタ。あ、なんかよく聞くバッタですね。これすごいいっぱいうちの庭にいるやつだ、はい、おー、バッタって目が赤いね。動かないね。動かないね。すごい、一体化してる。一体化してる、すごい。じゃあ。すごい大きいです、ね。すごい。女の子ですね。卵を産むためにでかいんです。あ、大きさでわかるんですか？はい。あ、足がすごい長い、片足だけ。すごいですよね。美脚。こっちも長い。美脚。美脚の女子会どうですか？すごい、なんかカメラと。で、正面顔で。捕まえた時は、足は持たないようにしてあげてくださいね。足ちぎって逃げますのでね。自分でちぎるんですよ。あの、足一本くらいなくても平気なんですけど、すごい。あの、食われちゃったら元も子もないってことで、自分で切るんですよ。どうやって切るんですか？もう自分でポキッと。自分で。どういうんでしょうね。鬼が尻尾切るのと一緒ってことですね。鬼みたいな感じです。それでまた生えてくるんですか？残念ながら生えてこないんですけど、なくても全然支障ないみたいです。これはですね、触らないでください、ね。毒あるんですか？はい。言われなくても触らないようですか？豆半病って言います。で、あの、幼虫は土の中でイナゴの卵を食べてる。で、成虫になると出てきて、豆の仲間を食べます。なんでシロツメクサのとこにいるんでしょうね。なんでだと思います？シロツメクサのとこにいるの。なんで？シロツメクサも豆科だからなんですよ。ああ、豆か。まあ大豆とかよく食べてね。あの、もうちょっと早ければなってるかな。数百匹単位で群れるんですけど。今日それ見たいですね。ただあの、カンタリジンっていう毒成分を出しますので、ケリアちょっと捕まえる。あと、お味噌汁の中にも入れないようにしてください。はい、気をつけます。これ猫じゃらしですけど、なんか、ちょっと違うの気づきません？なんかトゲトゲしてません？あと、色はどうですか？色は茶色。茶色かもしれない。ね、これをこういう風に座って、この辺から見てるのかな？お日様に、かざすように見てみると、どうですか？毛がキンキラキンに輝いて見えませんか？あ、本当だ。毛虫みたい。あ、毛虫、あ、そっち来たね。あの、金絵の頃って言います。あ、金絵の頃？金色に輝くのでね。で、これ、あ、まだもうね、今こんなに太陽高いからだとあまり綺麗じゃないんですけど、朝とか夕方、で特に朝、ここに朝露がつくとすっごい綺麗なんですよ。それこそあの、写真映えしますよ。インスタ映えだ。はい。
どうですか？まあちょっと今太陽が高すぎるかもしれない。朝日夕日に照らすとすごい綺麗なんですけどね。トノサマバチだ。あ、有名なやつだ。はい。え、どこだ？どこだ？どこだ？今蝶々が。ここにも。トノサマバッタは大きい上に素早いんでね。トノサマバッタってどうやって見分けるんですか？今じゃあ捕まえて。あ、取れます？すごい動かしてる。なんかもうそれを見てすぐ逃げて。すごい。ほら、あ、ごめん、ちょっと羽が足に絡まってる。ごめんごめんごめん。あ、動かせない動かせない、怪我するぞ。よいしょ。ごめんね。よいしょ。はい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 、大丈夫。ああ、うんうん、言ってる言ってる。こうやって体は緑なんだけど羽がね、本当だ。正面側はこうです。オスメスあるんですか？オスメスあります。これは私には見分けつきません。今日のテーマの秘書には最適ですよ。あー、秘書地。涼しい、ね。カラスウリが少し残ってますね。何ウリですか？カラスウリ。カラスウリ。はい。かわいいですよ。え、テントウムシが飛んでる。え、カブトムシ？いや、テントウムシ。カラスウリです。もうお花終わりなんで取れちゃうんですけど。これが花で、はい、このなんかふさふさのって、これは飾り。飾り。はい。あの、夜になるとこう、夜に開くんですよ。でも閉じてきちゃって、あの、ふさふさがもうビョンビョンになっちゃってるんですけどね。飾りなんですね。ありがとうございます。はい、あ、虫いる。まあ、虫さんいるかもしれないですけどね。虫が。アープーなって壊しちゃったかな。大丈夫ですか？クマさんのお家を壊して。これクズですね。クズ。クズのお花、その辺咲いてないですか？クズのお花。まだ咲いてない。これ咲いてないですか？すごい、これ、これもクズですよね。それクズ。すごい。あの、根っこ突き止めて掘れば、クズ粉取れますよ。クズ粉？はい。クズ餅のクズ。あ、そっか、そのクズか。はい。その代わりすごい大変。すごい大変ですよね。あそこ雲が。あ、雲の巣。ああ。でも大丈夫。ここにノギクがもう咲いてます。ノギクが。ノギクが。これはすごい。うん、関東ヨメダがね。こんなところで咲いてますよ。あ、そのなんかあれですか。はい。スポットライト当ててあげないとかわいそうなくらいに。関東ヨメダは野田市内では最も普通に見られるノギクだけど、実は世界中を見ても関東周辺にしか分布していないというレアな種類なんだ。田んぼの周りや河川敷などに生えて薄紫色の花を咲かせるよ。いつも帰る場所はどこだ。いかがでしたか？泥祭り面白そうですね。バクちゃんも泥まみれになってみたら？泥まみれはごめんだけど、こういう祭りって歴史を感じていいよね。そうだね。今回は草花だけじゃなく元気な虫さんたちもたくさん登場しましたね。次回はどんな草花や虫さんたちに出会えるんでしょうか。それではまた次回に。